はい、皆さんこんにちは、アーチェでございます。フォールアウト3ですね、パート86やっていきたいと思います。パート85まではですね、申し訳なかったですね。ノイズキャンセラーがね、マイクの復活してましてね、かなりこもった声になってたと思うんです。で、今回からはね、切ってるんで、ちゃんと戻ってると言ったら変ですけど、ノイズキャンセラーなくして今までのパターンでやって入ってるはずなんですね。ただまあノイズキャンセラー消した方がいいのかって言われれば今回戻りましたけど、ノイズははるかに大きくなってますんでノイズキャンセラー入ってる時はね、思ってますけどノイズがなかったと思うんですよね。まあそういう感じですけど、お許しくださいませね。じゃあやっていきたいと思いますね。ちょっと久しぶりなんで、何するんだっけ。地雷原、確か、そうだ、ストラティバティ、バリウスを返しに行くんだ。アガサさんの家にね。そうでしたね。よっこいしょ。だいぶね、慣れてきましたけど、でも、85か。このシリーズパートいくつまでいくんだろう。太鼓さんのアキンドさんがね、パート209、番外編入れると210まで行って終わったんですが、これもパート85とか6でしょ。まだレベル10半分いってないもんね。100は絶対超えるな、そんな気がしてならないですね。さあ、装備はこのままでいいのかな。まあ、なんせ私虚弱体質なんでね、荷物が持てないっていう、すごい、電池はなってる、どこだろう。あれだ、レイダーさんね。てか、弾当たってるね、私。当たるかな ?39。こっちの方がいいかな。当たったね。当たったけど、どうしようかな。そうだ。10ミリピストルしよう。これだと当たるでしょ。どっちがレイダーかわからない髪型してるね。本当に。そうだ、ヘルメットが確かね、あれだったんですよね。もうヘルメットが終わっちゃってるんですよね。ソードオブショットガンはいらないです。ヘルメットね。で、あとですね、このゲームね、遅いですけどグロいシーンが出ますのでお気をつけくださいね。あと 3D 酔いされる方、なるべくゆっくり回すようにはしますので、もうあまりに 3D 酔いね、ひどいようであれば、もう次に行った方がいいかもしれませんね。ちなみに私もね、これ見ながらたまにうってなりますんでね、比較的その回転速度を遅く設定してるんですけども、だもんで背後に敵が来ますとね、私かなりやばい状態になります。すぐ振り返れないんですよね。アガサさんの家、この辺だったよね。ひょっとすると行けなかったらもうここからファーストトリップしちゃおうかな。多分なんかダメな気がしてきた。ファーストトリップしちゃおう。アガサさんの家ね。はい、もう近いんでね、すぐ来れますね。さあ、ストラティバリウスをね、持ってきましたよと明かりもつけて。ああ、よかった。出かけてから何年も経ったようだわ。お願いだから素晴らしいニュースがあるって言って。アガサ、このバイオリンやる。嘘。すまない、アガサ、ボルト92でバイオリン見つけられなかった。やるって言うんですね。まあいいです。行きましょう。なんてことなの。見せてちょうだい。お願いよ。なんて、まあ、想像してたよりもっとずっと美しいわ。感謝しきれないわ。あなたの苦労をねぎらえるだけのお礼ができればいいんだけど。してあげられることといえば、
私のラジオ局の周波数を教えてあげることだけ。いつでも周波数を合わせてこの年寄りのバイオリンを聞いて。それだけなのね。アガサツソング、カールもまた上がっちゃったね。また上がっちゃった。止めてくれたりはしないのかな。止めてくんないよね。何か会話できるかな。よく来てくれたわね。赤田、調子は？いつも生放送で、それは大変だ。バイオリンを弾いてほしい。未来に残すために曲を書き留めておくべきだ。いや、バイオリン弾いてもらいましょう。喜んで。お、弾いてくれるのね。ま、腕が合ってないのは、勢いですね。腕の動きとね、曲がね。さあ、じゃあ私行きましょう。あらら、かな。さて、カルマがまた上がっちゃってしまいました。あまり上げたくないっていうのは正直あるんですけど、どこ行こうかな。あとモールラットとかいろいろあるんですよね。誰のクエストだっけ。あ、これアガサの周波数ね。アガサさんのね。データで、クエスト、アンドロイドの正体ね。あ、モールラットね。ブライアン・ウィルクスの家。ブライアン・ウィルクス、家探さないといけないよね。イアン・ウエスト、これはまだまだ先なんですよね。今ちょっとクエストね、まともにできないので、レベル的なもんもあってね。じゃあボルト106行きましょうか。ビッグタウン、ビッグタウンで休めましたかね。その前に私、重さどう。重いわ。重いね。なんでこんな重いんだろう。なんか余計なもん持ってるのかな。もう、厳しいもんね。これ読んじゃおう。はい、メディシンガフに上がりました。ミレルークの2期とか持ってるのね。ヌカコーラ持ってるね。で、売りに行こう。とりあえずメガトン帰りましょう。次はあれだね。あれを買いたいね。前買うの失敗ってわけじゃないんだけど、あれだよね。デトックスができる、医療セットだっけ。医療セット。あなたみたいな人が世界にもっといたらいいのに。ありがとうございます。はい、ありがとう。スキンパックが、これ悪かったらどうなんだろう。なんか持ってかれるのかな。それはないか、さすがにね。はい、ねえ、殺素剤の効果はどうだったの。まだ1匹だけしか使ってませんよ。見つけていないだけだ。そんな、いや、ないですよ、まだね、効果は大して。売り物を見せてほしい。何がいるの。先に売らしてもらいましょうか。コンバットヘルメット壊れたんで被れないんですよね。だもんで、ステムパックも結構増えてきてるんで、ヌカコーラ売っちゃいましょうか。ね。で、あとミレルークの肉ね。で、こんなもんかな。で、あとはこっちだね。コンダクターは売れた気がしますよね。コンダクター売ってよかったかな。売ってよかったね。センサーもじろっちゃダメ。カートン売って、パック売って、ラッドスコルピオン独占。ワンダーグルー、ワンダーグルー売ってよかったよね。売ってよかったね。あんまお金になんないね、ワンダーグルーね。掃除機はいるもんね。廃棄部品は彼に行ったらいいんで、あと、ヘルメットないかな。
あ、リコンアーマーか。ないねー。ないねー。じゃあ仕方がないですね、これで。はい、あしっりがとうかございりまね。す。また来てね。はい。え、ちょっと待って、私今いくらあんの？キャップ。これは、あ、パークスね。パークスってなんかできたかな？いや、できないね。あ、まだ1000ないんですね、キャップはね。あ、すいません。もう一回。あ、ごめんなさい。いえいえ。これはどこだっけ？あ、水処理場ね。ここでガラクタを。なんや。はい、もはい、ちろん入ってさ、くる坊ね。や。どんな。すべての持ってわけ。かった。じゃあ、あんたのキャップを数えるよ。あ、すいません。あ、喉の調子が、ちょっと喉が、なんかイガイガになってます。すいません。さあ、あとは寝て、と、よいしょ。寝ましてね。寝て、再び出て、ああ、でも結構、重さがあるなと思ったら、そうだそうだ、センサーモジュールとか持ってんだね。ボトルキャップ地雷作れたんじゃないでしょうか。足らない、ランチボックスが足らない。センサーモジュール1しかない。そっか。センサーモジュール持ってないもんね。じゃあセンサーモジュール入れていきましょうかね。あ、そうだ、掃除機持ってんだ。だから重いんだね。はあ、これでだいぶ軽くなったんじゃない？軽くなりましたね。じゃあ寝て。ヘルメットをね、ちょっと、あれしたいんですけど、1時間だけでいいかな？何時今？時間は見れない。こっちかな？時間見るのは。ああ、5時42分 PM になってたね。だもんで、じゃあね、12時間寝ましょうか。じゃあね、よく寝れましたでね、十分な休みの効果がなくなりましたというのは、あれですね、なんだっけ、でもね、あなたは十分休ませです。1時間寝た分がなくなっちゃったよということですね。さあ、ボルト106がね、見えるんで、106に行きましょうか。ケイリンホテル。まずケイリンホテル行きましょうか。シュガーボムっていうのは、あれかな？コーンフレークみたいなものなのかな？よくわかんないですね。もうレベルがね、2A10 になりそうですね。いた！いきなりいるね。痛いな。頭47%。外れた！外れた！なんか爆発したよ。どこにいる？真横にいるじゃない。違った、トラップだった。 ちょっとたまんないな。ガードドッグ、レイダーのガードドッグ。やばいね。向こう何持ってんだい。スティムパック、ちょっと使っちゃおう。
と待って、レイダーさんでミサイルって卑怯じゃねえか。早かったねミサイル撃つのが。ちょっと急に移動しすぎたかね。ちょっとステルスしてね行かないといけないね。ケイリンホテルはまずかったね。どっから行こう。フォーダムフラッシュ記念広場から行きましょう。あ、ちょっと時間良くなっちゃいましたね。というわけでね、移動が終わったら終わっておきたいと思いますね。ああ、びっくりした。ミサイル持ってたね。いきなりデンジャー。これか。いやいや。これだね。ヤオグアイまでいる。ちょっと待って、ヤオグアイ、赤になってるね。これもまずいかもしんないね。当たってない。あ、ヤオグアイがあっちとやってくれてる。すごい強いね。バレちゃった。ちょっと待って、ショットガンだあんた。あ、勝てたね。あ、レベル上がったんじゃない。あ、上がりましたね。ひえー、どれ行こうかな。ビッグガンズ、ぬかランチャー、ミサイルランチャー、火炎放射器、ミニガン、ガトリングレーザーなどの大型武器。正直大型武器はね別にいらない。あと爆弾かな。設置した地雷の威力、敵側の地雷の、投げつけたグレネードの威力、これね結構ね私好きなんで。あとエナジーウェポンだね。でメディシンでリペアでサイエンス。あ、足らないねポイントが。スモールガンまあ結構あるんでね。あ、でもスモールガンメインだもんね。どうしよう、どうしようかな。6ピック1個減らすだね。6ピック1個減らそう。で、サイエンスじゃないね、スモールガンズに3つ入れましょうか。はいはい。でコンチニュー。で、次は、私は、なんか、新しいの増えたかな。ナイトパーソン。夜行性、火が落ちてるときにインテリジェンスとパーセプションが、夜だけは嫌だね。で、これはオタクの怒り。オタクの怒りの能力があれば、体力が 20% 以下になったときに、ストレングスが上昇して10になり、50% のダメージ耐性が、いや、そういうのはいいです。これは何？謎の人物、あなただけのガーディアンエンジェルが降臨したようです。それも？なんだい？ああ、44マグナムを片手に、この能力がバッツモード時に時々謎の人物が登場し、恐るべき戦闘力で加勢してくれます。これやったことないんだよね。これ行ってみよっか。これは何？眠ってる人間はグールスニーキング状態から音もなく殺すことができるようになります。ミスターサンダーマンを使って敵を出すと経験値にボーン。いやー、これは別にかな。一つランクが上昇し、何のさらにレベルが1個上がるかなんかやつだったかな。戦闘時への敵への攻撃でクリティカルが発生する確率。いや、もうランクが高いんでこれはいらないですね。コンテナが見つかるとか、ああ、なら、この、なんだい？ミステリアスストレンジャー。これっぺんね、入れてみましょうか。ねえ。はい。ヤオグアイさんから、ヤオグアイさんの肉は、高く売れるね。すごいね。でも、ラズが9、プラス9ってすごいね。
さ、彼らはあまりいいもん持ってないんだよね。殴りできてたもんね。バットとなんかだったもんね。ないね。ヤオガイさん、え、なんか爆発してるね。後ろでドーンって聞こえたんで、あ、なかなかね、なかなかだったわ。じゃあ、あ、そうだ、終わろうとしてたんだね。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思いますね。フォールアウト3パート86ですね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。